レスを悪しき理由が入ってきたんですけれども、そのブレスをですね、ジャンプして避けることができるんです、はい、なので今回はですね、木下さんが無事にジャンプして避けれるかというのもなるほど、あのエリさん注目していただきたいなと思います。それは見せていただきたいですね、はい、昨日はね、リハーサル中ちょっとね、しくったったんですよ、ね、そう、昨日リハーサルで死んだんです僕はい、死んちゃいました。さあ、はい、翼の方の部位は破壊できているので、はい、この後ですね、はい、まずボディが立っているところをみんなで、あのダメージを与えて参加させていこうと思います。はい、あ、寄ってました、寄ってました、危ないよ。おさあ、どうですか、絶好調ですね、いい感じでダメージ与えられてるんじゃないでしょうか。じゃあちょっと坂本の画面をお願いできますか。はい、切り替えていきましょう、はい、坂本の画面は今回ハンターでイリス役で、いや、イリス役じゃないな、ちょっとイリスさん、イリスの、あの、なんだろう、エディットをしてコスチュームをしてというこだわりのハンターを、はい、プレイさせていただいています。はい、あの華麗に、すごい華麗ですね、いや、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、すごいね。さあさあ、ダメージがいい感じで通ってきてますので、ね、そのままさあ行きましょう。じゃあ木下の画面に、ガルドリン、あいつ何やってんだろう、どうしたかな、ガルドリン、はい、足元でさっきウロウロしてましたけれどもね、足元の今赤い足を狙っているのがガルドリンですね。うわー、危ねー、あー、寄ってました、危ねー、あー、ダウン取りましたよ、ダウンさせた、ダウン取りました。おー、いい感じで、あ、なく、行け、行きましょう、行きましょう、というところで無事に第一フェーズが終わりなんですけど、やったー、いやー、やった、手に、手に汗握る、あれ、あれ、実は起き上がってこのままちょっと、やばいやばいやばい、これどうする、何、どうするの、何、どうするの、見てみてください、どうするの、うわー、うわーい落ちたー、落ちたー、落ちてく、助けてー、あぶねー、めっちゃダメージ受けてる今、危ないよ、なんとですね、木下さんはあの薬飲みましたけれども、はい、今ですね、何してるとこなんですか、悪しき竜のマグマを飲んで体力を回復してるんです。そんなことあるんですか、そんなことあるんです。なんとですね、この悪しき竜はフェニックスをモチーフにしたモンスターになりますので、まあまあ何度でも蘇るというところをこうフェーズを得ながら挑んでいきたいなと思います。よし、第2ラウンドスタート。はい、さて、足切竜の攻撃がどんどん光ってきて、本気モードと呼ばれるモードに突入してますね、はい、うわー、さっきよりもですね、画面が激しい、はい、体全体が光って強力な魔法をどんどん打ってくるターンになりますので、さあみんなでやっつけましょう。なるほど、頑張ってください。さあガルドリンもいますね。さあみんなで、あ、挑んでいってますね、ブレス来ますよ、あー、避けました、避けました、避けられましたね。さて今回のこの第2フェーズなんですけれども、先ほどから攻撃として繰り出してきている空中からのレーザービームのような魔法を、はい、まあ、うまく避け続けるというのも大事なポイントになります。なるほど、あ、そしてですね、ここ今あのフライテキストが出たんですが、はい、火炎の流暢というものがフィールドのどこかに登場するんですね。あ、出てきてますね、はい、これですかね。そうなんです、うん、でこれに、攻撃を与えてさっさと倒してしまわないと下のフィールドにマグマが迫ってきてしまっている、そうなんですよ、大変、そうなんです。で下のフィールドではですね、今シールドセージ の開発スタッフが、はい、アシキリュウの攻撃を引きつけてくれているので、なるほど、この間に火炎の流暢をやっつけてしまいたいなと思います。はい、じゃあ坂本さん頑張ってくださいね。連携プレーが大事ですね、本当にね。オンラインゲームなのでやっぱり仲間やボーと一緒に、どんな風に攻略するのかというのをいろいろあの組み合わせて楽しんでいただけたらなと思ってますが、はい、足切竜の攻撃が激しいですね、木下さん。激しいよ、喋れなくなっちゃうよ。さあ、あ、ごめんなさい、色が変わった、はい、マグマが下がっていってます、ね、よかったよかった、あの拍手ありがとうございます。これで終わりじゃなくて、ここからまた足切竜との戦いが戻ってきます、ね、足切竜良いんですよ、江口さん。そうですね、そうなんです、やっぱりしぶとそうですね、あのシーズン3
の中で、はいはい、まあまあ、ずっとお話の中でも引っ張ってきた、この最強のボスモンスターの登場になりますの で、まあですね、一番ヤバいやつみたいな感じですもんね、はい、うわー危ねえ。さあみんなで攻撃を与えながら体力を削っていきましょう、はい、あーちょっと大きいブレスきますよ、気をつけてください。おお、さあさあ、なんと空中からですね、この追尾魔法を打つという、うわ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 、仲間を巻き込まないようにうまく避けながらこの魔法をかわしてってもらうっていうところも、実はこの悪しき竜の中の戦闘では、はい、なんでだってフィールドがほぼマグマなので、いやもうね、そうなんですよ、逃げ場ないですよ、ね、そうなんです逃げ場がないところを、あ、また火炎の竜将が出るかな、マグマが詰まってきてますよ、あ、誰か亡くなってる、助けてあげて、あ、誰だろう、誰だろう、はい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 、お魚だ、よし、エンジェルそこだぞ、あぶねー、あーやばい、あーやばい、死んじゃった、マグマに焼かれましたね、誰か助けてあげて、誰か助けに来て、ガルドリン助けて、ガルドリン、ガルドリンは助けを起こせた、ガルドリン俺ここだよ、来た来た来た、いけるか、あーあーいけない、けない、ありがとうありがとう、セーブ、危ない危ない危ない、やべ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 、やばいところをお見せするところでしたよ今ちょうどブレスに当たってね飛んできましたよね、はい、そうですね、ギリギリでしたね、いいタイミングで悪しき竜が仕掛けてきましたね狙ってたのかもしれない、危ない危ない、やはり一筋縄ではいかないというところが分かりますね。あ、さあさてさて、火炎の竜将への攻撃をどんどん与えていきましょう。エンチャ持ってないわ。いや結構結構な頻度で出てくるんですね、こいつね。エンチャがさっきね、シールドセイジさんがね、そうなんですね、はい、切れちゃってるんでちょっと時間かかってますけれども、さあやっつけちゃいましょう。いろんなね、この攻撃のパターンっていうのを読み切るのも難しそうですね、はい、そうなんですよ、なんでよこの、あ、いい感じでやっつけれたので、また戻って、さあ、悪しき竜をやっつけてしまいましょう、お願いします。あの、まあ、NPC の方が共闘で今、そのリスが魔法攻撃を与えてくれたり、はい、まあ、ガルドリンが実は足元で戦ってくれてたりっていうところで、なんかね、見かけるたびにうろうろしてるだけなんじゃねえかって思うんですけども、いやいやいや、ちゃんと攻撃してくれてますよ、大丈夫です、大丈夫です、うろうろガルドリンだと思う、あ、大丈夫です、うん、いやいやいや、激しいな、攻撃が、さあさあ、追尾レーザー、追尾魔法をうまく避けて、実はですね、あの魔法が着弾したところが、はい、開発ではあの地面がクレープみたいなものが焼けてるねっていうところでダメージスリップが入っちゃうんですね、ここで。だからこれが広がってしまうと非常に戦いづらいので、なるほど、はい、それをうまくどの位置に接着させるかというのも、あ、はい、大事な要素になります。さあ、やったー、キラサさん気をつけてくださいね、ブレスやばい、これ飛んでっちゃうから、はい、あれがやばい。さあ、どん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 攻撃が激しくなっていきますが、あ、取れましたね、やった、このままね、チャレンジなので15分ですから、15分以内でクリアできるかというところをお見せしたいですね、木下さん。